ついに来ましたよ、この時が。ついに公でロボチンを任せて、ミョコがエリートでロボチンはポンコツということがはっきり決まる。いや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 、何を言うとりはりますか。いやいや、あなたもなんでそんなに生きれるんですか。フェスで楽屋でボコボコにミョコに負けましたよね。いやいや、あんな接待じゃないですか。ランダムでね、行こうね。まあリベンジね、リベンジしたいってことね。了解です。まあ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 、じゃあ黒が僕で、じゃあ真ん中もらいますよ。黒面と五目並びすぎなんだよな。いやもうだからさすがにもう分かっちゃったんじゃない、さくらさん。でもさすがにね、もうね、なんでそこに置いたん。僕もなんで手が勝手に置いちゃったかな、これ。怖いのこれは。怖いな。勝てる気がする。本当に勝てると思っている？うん。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、え、あ、ちょっと待って。みこちゃん、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 みこちゃん。かっこいい。ちょっと。かっこいいわ。あれ？これ。あ、このゲームって斜めも。これ。あ。ロボ。いや、今まで戦った中でちなみに一番最弱である。待って待って、そんな嘘だろ。ちょっと待って、はい、おいしょー。みこちゃん、あれ、もう一回やろ。みこちゃん、みこちゃん、みこちゃん、もう一回やろ。みこが数が増えるだけだけど大丈夫。ちょっとみこ一生でちゃんと入れてな。え、入れ、入れる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 ね。入れな、入れな、入れな。そうだよ、ウイママにも勝ってるからね、ミコ。ちなみにウイママは雑魚じゃん。お前人のこと言えない。人のこと言えないよ。あれあれ、まあ、白だよ、あなた白だよ。白で、白で、オッケー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 。ロボコさん、俺恥ずかしいよ。そんな話してるんですけど。大丈夫ですか。これ追っかけるといいんだよ。こうね。あれ？あれ？え、みこちゃん、なんか左さ行きたくない？うん？左？え？みこ左わかんない。左。ちょっと。しかわかんない。ま、くれて。どうしてやっぱウイママだけじゃね、ウイママは外部やんってなっちゃうかな。やっぱママやんってなるかな。やっぱホロライブ内に見つけないとミコ以下の人をさ。いやー、全然ミコちゃんより勝てると思ってたけどね。無理だお。これっていける？ミコチ、ミコチなら、ここいっ置いて、一旦止めてだな。一旦止めて、一旦止めて、一旦止めて、こうして、あ、いいんじゃない。え、どうやったら勝てるんだこのゲーム。ここにしよう。そこにされて、そこに、どうして僕は置けないんだ。ここか、ポンコツだからじゃない。え、何よ、まだ僕は諦め、あれ、こうか、ここに。あ、いや、みこちが守りになるしかないってことは、僕には勝機があるってこと。あれ、
勝てるってこと、僕。1、2、3。あら、悩んでんじゃない？悩んでんじゃない？こっち？こっち？あれ？あれ？なんで？え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 ？どうして？え？なんで？待って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 、なんか急に2個置いた？え？ちょっと待って、え？待って、もう頭が痛い、頭が痛い、え？ロボッチ恥ずかしいよこれ。ミコ以下では小目並べで一気として3勝もしちゃったなもの、ミコちゃんが。待って、僕今なんで負けたのか全然わかんない。どうして負けたの今。先にミコが4になったかな。え、僕も4になってた気持ちなのに。え、気持ちじゃダメなんだよロボコさん。今ずっとニヤニヤしてたのに。気持ちじゃダメなんだよ。